はい、こちらのアナフィですね、飛行中にぶつけてしまいまして動かなくなりました。症状としてはですね、電源を入れても起動しない。じゃあ電気入れてみます。ちょっとで、ここまでは普通ですね。で、通常であればチッ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 のカメラを動かして起動がかかるんですけれども、すぐここは消えてしまいます。で、このチッチッチッチも鳴りません。カメラも当然動きません。ということで、ちょっと分解の方をして様子を伺っていこうかなと思ってます。では電源を抜きます。ここがまあ SD カードですね。ここの部分はですね、実は一回私分解したんですけれども、その分解した際にフレキシブルケーブルを切ってしまいまして、メルカリでこの部品だけ売ってたので、取り替えました。で、取り替えてもやっぱり変わらずダメでした。ということで、まあ実は2回目の分解ですけれども、こちらの分解の手順を見ていただいて、その分解をした際の、中の構造とかですね、まあ、そちらも合わせてですね、参考に、録画を始めます。まずですね、こちらの、ラベルをまあうまく剥がしてください。でラベルを剥がします。でラベルを剥がさないとここのネジにアクセスができないのでご注意ください。では最初に、ここのメイン基板、こちらが覗けるように外していきます。こちらのネジ2本、ここをまず取ります。でアナフィの、このネジのサイズはですね、私はまあこれ使ってるんですね、このセットの中の T いくつだったか忘れたけれども、羽を交換する、プロペラを交換するときの工具と同じことになりますね。で、ここの2本、これを外していきます。基本はね、ほとんど同じネジですね。だからあんまりネジの大きさは気にしなくていいんですけど、やっている最中に、結構大きい部分の、大きい部分というかな、細かいところでですね、ネジの種類が違うところが出てきます。ちなみにこれはですね、初期型ですね。ここに後期型ネジ止めされてるんですよね。ここハウジングをですね、こことここは結合が緩いのと、ここの爪が割れやすいということで、ネジがはまってるやつは、後期型になりますね。はい。で今ここのネジ外しました。ここも外しました。ということでここは取れるはずですので外していきます。で前の方を外しました。はい、こういう風に開きます。で繋がってるのはファン、それとこの LED のユニットですね。 LED のユニットは、コネクタが簡単に外れます。でこのファンですね、ファンも、爪で引っかかってるだけですので単純にこう取れちゃいます。これで気にするのは、このラベルが貼ってある側が、裏がこの開けた時にですね、見えてる方向、まあ、逆にすると排気が逆になりますので、それはちょっと注意ください。この方向になります。はい、これ回ってるところがこの壁になる、壁と接触しちゃうことになるんで、ゴミとかね、かませるとここはガリガリってなっちゃう。この状態でいいです。これはコネクタ、ファンの方のコネクタは奥の方にあるので、そこの部分では取れません。はい、次、ここにアンテナの端子4つあります。コネクタがですね、同軸コネクタですね。でここにクロスするようにしてこう繋がっております。でこちら下の方向のセンサーカメラですね。実際撮影に使われるわけではないんですけれども、機体を安定する、位置を固定する、ね、そのために使われているカメラです。でこちら超音波センサーになります。でメイン基板、まあ、このサイズでありますけれども、あとその他にもこちらの方にサブ基板、
が立っている状態でハマっています。でメイン基板のこの中、私はまあ1回開けたんですけど、普段開ける必要はないです。この下に CPU が入ってます。で2個の CPU が入ってまして、そこにヒートシンクの代わりにこの板金のカバーが、シールドカバーが入ってます。で CPU それぞれに、グリスですね、冷却用のグリスが、塗布されてまして、まあ柔らかいグリスではないです、硬いグリスですね。でそれで、少しこう盛り上がるようにつけた状態で押さえ込んで接触を確実にさせているということなので、まあ、ここの部分は熱くなります。でここの方ですね、ここは多分、無線関係で、妨害が入らないようなための、シールドがかぶってるみたいですね。さらにここに、まあ、このシールドのところにこのカメラがつながってますので、このカメラもちょっと簡単には撮れないです。でこのユニットですね、振動に耐えるようにここにダンパーがあります。このダンパー、それで細かい振動に対して電子部品を守るためにこうフローティング構造となってます。グラグラ動きます。じゃあこの状態から、まずメイン基板だけを取り出そうというふうにしたいと思います。結構眩しい、ごめんなさい、こういう音します。はい、ではですね、最初に取ったこのファンとこの、LED を、こちらの LED 用のケーブルはちょっと置いときまして、最初に、こちらの4つの、1、2、3、4つのですね、アンテナケーブル、こちらを外していきます。で、単純にこう爪を引っ掛けてあげれば簡単に取れるので、取る方は簡単です。これはめるときにですね、意外ときついので、やっぱマイナスドライバーがあった方が、入れやすいとは思います。じゃあ私の方もちょっと、よいしょと、こちらマイナスドライバーを先を使って、で外す際にちょっと工夫としては、どこに何がハマってたかっていうのがせめて分かるといいんですね。で私はいつもですね、ここにこう印つけます。でまあこのアンテナケーブルそれぞれを一回持ち上げるために外します。でこれここのフレキ切らないようにうまくこう通さないといけないんで、それ気をつけてやっていきたいと思うんですけど、ちょっと待ってください。その前にこのダンパーを先に外せれるかな。このダンパーですね、ここを押さえながら引っ張ると単純に取れます。このダンパーゴムがこの位置にあってほしいので、ダンパーゴムの下側の方を支えながら引っ張ればこう浮いてきます。もう2箇所、こちらも同じくなんですけれども、ダンパーゴムをこの部品でこう押さえながら上げてしまえば、見えない、あ、その際にですね、ごめんなさい、ここに SD カードの、フレキがつながってるので、これ切らないようにですね、外さなきゃいけないんですけれども、この SD カードの後ろからね、こう押すと粘着だけでくっついてます。でこれをこうスロットの穴、ちょうどギリギリ通るようになってますので、これを外します。そうするとついてきます。今このコネクタ、この部分で今つながったんですけども、今軽く取れてしまいましたが、この金具で抜け防止してるんで、私はこれ交換する際にこう上げてしまったんですけれども、普段はこの金具もっとグッと押された状態で抜け防止になってます。まあ今回は外れたので取っときます。で今、こちらの通りですね、防振ゴムこの状態でないといけなくって、もし今取った際にですね、防振ゴムずれた場合はもう一回反対側から差し戻してください。でこの状態で今メイン基板がフラフラ浮いた状態になります。で、この下のカメラですね、これはまあ飛行安定のためにだけ使ってるんですけれども、フレキがですね、フレキというかこのアンテナケーブルをですね、ちょっと邪魔なので、なんとかこの隙間から出しづらいんですけど、引っかかっちゃって取っちゃいましょう。はい、取りました。でどこに刺さるかはこのケーブルにもう印がついてるんで、もう差し忘れがないようにいきます。なんかここいつも引っかかるんですよね。
こっちもかぶりにくい。こいつも引っかかる。ちょっとこれ持ち上げながら行きましょうか。はい、取れました。1個も外してしまいます。あとは残るはですね、ここに、ロジクじゃないか、細い線のフレーキ、これはですねカメラケーブルなんですね。多分そう、カメラから来ているケーブルがここにコネクタ刺さってます。で、あとこのサブ基板からこちらの基板に刺さってるコネクタがありますね。これを外すには一回ここを持ち上げて、引っかかりを持ち上げて出してあげると、このケーブルが、コネクタが外れないようなためのホルダーを外します。そうするとカメラにつながっているこちらのコネクタは持ち上げてあげると取れます。こういうふうに。次にサブ基板とつながっているこちらのコネクタ。はい、この状態で取れました。次にこの裏。これ GPS です。GPS の電波を掴んだ信号のアンテナがここに刺さっていますので、これも外します。はい。はい、で、これでようやくこのメイン基板が外れました。で、私は不具合の現象で、いろいろこのコネクタを刺したり外したりとかで検証したんですけれども、一回だけですね、このコネクタを指でうまく押しながらで起動したんですね。あ、起動したからもう大丈夫だと思って、組み直したらまた動かなかった。もしかしたらここのコネクタの接触不良なのかもしれない状態です。で、それ以外に部品がこう取れて落っこってる雰囲気ではないので、接触不良だけであれば治るかなと思っていましたけど、なかなか手強くて治らなかったですね。まあ、それについてはまた後日、諦めるかどうかはちょっと考えてやってしまうしかありません。まあ、今回はバラシ動画になります。はい、これメイン基板です。はい、で今回バラすのがメインなので、ここからどうやってバラしていくか、まあ、ここの部分を見てもらおうかなと思ってます。よく故障や飛行中のトラブルで、アナヒューはこの足が非常に華奢なので、この足を折ってしまうということがかなりあります。私は何度かこの足も交換もしています。で、致命的なところがですね、この基板の故障も当然大変なんですけれども、物理的に壊れた、電気的なところではなく、このモーターがですね、何らかしらのことで、このモーターが死んでしまった。ということであれば、このモーターも交換しなきゃいけないんですね。私は幸いこのモーターが壊れたってことはないので、モーターの交換までは至ったことがないです。ただし、まあ、こちらの足、この足が折れてしまった場合は補修部品としてアマゾンでも売ってますけれども、値段はですね、こう見えてる筐体だけの、足も含めた筐体だけのセットがあります。約1万円ぐらいします。まあ、そちら買うとこのモーターとか電気部品を除いて、まあ、カメラも除いて、その見えてる外殻の部分の部品は売ってるので、まあ、それを交換用に、当てるということが可能です。次にですね、じゃあ次のバラシやってみます。ここに GPS アンテナがついています。この GPS アンテナ、まず壊れるってことは少ないと思うんですけれども、これをまず開けてですね、どんな状態でついてるかを見せします。よいしょ。ここはこの2本のネジだけで止まってるので、すぐ取れるはずです。引っかかってる感じ。あ、取れました。で、私何度かバラしてるんで、こうちょっと傷がついてるんですけれども、気にしないでください。で、裏はこんな感じでもうペラペラです。すごく軽量化をするためにペラペラの、これポリカーボネートにガラス繊維がきっとちょっと入ってる樹脂かなとは思います。ガラスが入ってたかどうかちょっとわかんないですけどね。で、これが GPS ユニット、こちらになります。これアンテナですね。だから、アナフィは絶対ここに電波を遮蔽するものを置いてはいけないんですよ。
FPV 用のカメラとかもここにもし置いてしまうと、GPS 受信ができなくなるので、大概ロストしてしまいますのでご注意ください。私一回その失敗をしました。ここにあのちっちゃいマイクロカメラをつけて飛ばしたら GPS を見失って、帰還できなくって、ロストしたことがあります。でこれを外します。でこれはあとこのネジ2本で止まってますけれども、これ単純に止まってるだけなので、この足を交換するとき以外はまず外すことがないです。ですね。でここまでもネジがほぼ一緒なんですが、これちょっと短いかな。長さがですね、あ、やっぱり違うか。この4本は最初の筐体を外すときの4本、少し長いです。ちょっとごめんなさい。1、2、3、4本。そうですね。はい。ここの4本。これは長いです。これはこことここ、それと裏の2箇所、埋まってる、筐体を止めてるネジですね。だからそこはもう、長さがそこだけ長い。他の部分はちょっとこれから見ますけれども。で、この GPS ですね。この状態、この GPS ユニットがこの板金を介してついてます。で、これアンテナ線ですね。これが一番短い線になりますから、こちらでいう、ここにつながるので、こうですね。まあ、一番長さがギリギリに作ってます。なんか刺しにくいのかもしれません。はい、これ GPS ですね。これ取ります。で足を交換する際、この足でね、足を交換、腕というかな、足を交換する際は、この部分を取らなければ抜けないです。この支柱になっている、この軸となっているシャフトを抜かないと交換ができないです。で、もし折れたところが、まあ通常はですね、もうポッキリ折れます。ただし、この上だけ下だけっていう感じで折れたとして、この上だけなら、ね、この裏側のここだけの部品を交換すればいいんですけれども、まあ、大概両方折れちゃうんで、だったらもうこれ外してシャフト抜いて、ね、アームごと交換になりますし、モーターはその際に入れ替えるっていうことになりますね。はい、はい、じゃああとはここから次続きいきましょう。続いてはですね、ここの真ん中のセンターの基板を見ていきたいので外します。ここにいろんなケーブルあります。どこにどうつながってるか一回写真を撮りながら進めてもらった方がいいと思います。ですね、ここにもホルダーがあります。このホルダーのつながりは爪が引っかかってるだけなので、この爪を一回こう外すような形で、2箇所ね、爪が引っかかってるんで、それを外してやると取れます。でその関係を、爪の関係、まあ、これが裏からこう刺さってましたね。ここはあのケーブルをこうクランプするための溝です。アンテナケーブルをクランプするための溝です。で、これを外すと、このこっち側も浮いてきます。で、これもコネクターですね。見てもらうとグレー、白ってなってますから、こっちに、例えば白はホワイトだから W って書いちゃって、グレーは G って書いておきましょう。私の場合はそうやってます。G と W ってもうマジックで書いちゃいました。じゃあこのコネクタを外します。これもポンと持ち上げるだけですので、よいしょ。硬いな。なんでこんなに硬いんだ。はい、取れた。本当にこう上に持ち上げるだけで、はい、取れました。こんな感じで取れます。まあ、21個。はい。次に、ここの部分ですね。もうこれ、この警護は取れちゃってるはずだから、あ、でもまだ引っかかってるな。明暗差は、爪が痛い。はい、これはもう外れてるはずだから、よし、取れました。
で浮いたらもうここの2つも外しちゃいます。もう白とグレーになってます。これは実はあのモーターのラインです。モーターのケーブルです。でこちら両方グレーになってますね。これ間違いやすいので、あ、違うか、白グレー、白グレーですね。こっちか、これこうなってたのか、ここにこうなってたのか。あ、そうですね、あ、違うわ、こっちか。小林さん、どっちがどっちか分からなかった。あ、多分、あ、そうだそうだ、これがこっちでした。あ、ここにかな、ここで分かりました。じゃあここにちょっと印で、1個の印をピピッとつけて、ここも1ですね、ピッとつけて、でこれ今逆になっちゃいましたけど、これがこっち側についてたので、これは2個ピッピッと、ちょっと暗くなったと思いますね。ピッピッとつけたから、ここもピッピッとつけておきましょう。幸いあの癖が残ってたから方向がずれてないので、はい、目印をつけました。あとで白グレーでそれぞれ、無印はこっち側で向こう側が印つけた状態にします。はい、印をつけました。で今モーターにつながるラインは全部今外しました。でこのホルダーも取っちゃいます。見づらいな。よいしょ。引っ掛かってて取れない。取れました。ということで、あっちとこっちで、こちらのケーブルのクランプが取れました。で、ここにですね、一個コネクタがありました。このコネクタは、不力になってましたね。このフレキは何につながっているかと言いますと、この状態ですから、これはやっぱカメララインですね。ということで、この細い線もカメララインなんですよ。この細い線。なんですけど、この細い線のカメララインと同時に、フレキ、カメラ用のフレキがこちら出てきてます。これですね。でこれはどこにつながっているかというと、ここのコネクタに刺さってるので、まあ、これカメラに関するケーブルですので、今起動しないっていうのはカメラはあんま関係ないから、原因はここじゃないと思ってるんですね。まあ、とにかくこれでカメラが外れる状態にはなります。じゃあカメラの外し方ですね。今、この細い束の線こちらと、今のフレキっていうのが、ここの部分、この部分見えるかな、ここにあのゴム状のパッキンがあります。ここを返して穴に通ってきています。あと各足からこうアンテナ線が出てるんで、この辺すごいケーブルのこう密集地帯になってるので、カメラが壊れてカメラだけをこ うまくパーツが取れたとしたらの交換方法になります。でカメラユニット実際はここのネジ4本、これが、このフローティングのカメラを支えているホルダーのところで固定してされてます。でこちらのネジを外していきます。でこのネジの長さが短いタイプですね、やっぱりね。今まで、だけネジがあって、長いネジは最初の筐体4本だけですね。人気マン見たいがために外したところが最初のやつです。はい、じゃあこれ外しました。そうすると、もう単純にこうカンと外れますね。で、先ほど繋がったところのケーブルをこうずりずりと引っ張っていくしかないんですね。で、もうここの部分はもう、こう、パッキンで繋がってるだけなので、後ではめることは可能ですから、もう取っちゃいます。はい。ということで、このフレキ及び、パッキン込みで、だいぶ砂が溜まってるな。このコネクターが外れました。
ここからさらに細かく、こう、もしね、ヤフオクとかでね、部品が出てればラッキーだと思って交換の方はできると思います。ちなみに、ここのね、部分が、こう、金具がね、こう、こんな感じで、繋がってて、いってるんですね。で、よくね、ちょっとぶつけちゃうと、ここは外れちゃうんですけど、その場合は、もうこのネジを外して、もう直して、またこう、つける。まあ、その場合はケーブル、こういちいちね、こう通ったところは、やんなくていいです。そのまま引っ張ればいいぐらい、なんとかできます。ってことで、まあ、これだけ買おうとするとね、これ結構いいカメラが使ってるから、4K のね、だいぶ、こいつは、高いと思います。売ってたとしてもね。じゃあ、ここまで撮れました。そうすると、あとは、ここにコネクターがね、またはまってますけど、ここにね、ネジはこっち大事ですから、ネジは大事ですから、ここに持って。この、サブ基板ですね。で、こいつにネジにアクセスするのに、実はここをネジ通さなきゃいけないんですよ。それでですね、ここのネジにアクセスするのには、ここにちょうど穴があります。で、これ付属の、例えば長いやつですね。これをこうやっていくと、ようやくここにアクセスできます。このネジを緩めることができます。緩めていきます。このネジ、長いネジでしたね。はい、次、この下側はもうないのかな？あ、あとここから見えてますね。ここに見えてますね。ネジ何本かな？よいしょ。ちょっとだいぶアームから出ている。ネジ2本、ここは止まってます。2箇所。見えますかね？非常に見づらいか、暗いな。はい、じゃあまずここを外していきます。よいしょ。こっちの方がいいかな。回しやすい。これは長いかな。これ長いネジだ。けれどもまだですね、ケーブル類が実はこの脇から出てきてるんで、非常に脇から出てきてるんで、そこに引っかかってね、なかなか取れないんですよ。まあ、それもね、経験済みです。じゃあ今度はですね、この、まあ、ここまで来たらもうあと足ですね。じゃあ足を引き抜くためのことをやっていきましょう。で、あとはこれをですね、無理くり押していくんですよ。こう、シャフトの部分をグーグッと押していくと、こっちが、そしてこう浮いてきました。で、これをですね、ズボズボズボってこう引っ張ると、で、まあ軸を抜きました。ズボッと抜きました。抜いたら、まあ今こういう状態で、こう足がそれぞれフラフラになっている状態です。で、ケーブルとかがね、もう結構入り組んでます。入り組んでるけど、さっきね、この各アンテナにつけたこの印が元に戻すためのサインだということで、もうこれしかないんですよ。頼みのつては。あと、まあ今動画撮ってるから、この動画の内容を見ながら行きます。で、このケーブルをね、取るために、今全部抜いちゃったんで、もうこの穴から全部ズボズボっと取れます。で、これ、右前足か。左前足を今取ります。はい、左前足が取れました。で、後ろ足、元のラインが浮いてるからそれ取れるはず。はい、後ろ前足と、はい、
後ろ足と残りの足ね。よいしょと。はい、全部取れました。これでここまでばらけましたんで、こいつはもう邪魔するものがないからようやく取れました。このファンと、ファンはね、ここネクタでジュバッと取れちゃう。なんだけれども、ここのコネクタ、これだ。ここ LED ですね。LED に繋がって。はい。こんな感じでついてたはずなんです。で、これはサブ基板ですね。電源用のサブ基板かな。こっから電源入りますよね。で、こう、これはメインに刺さる、このフリキ。で、これは方向があるから、あえて取る必要がないので、戻しておきます。アナフィフレックス MB コンバット。MB コンバット。コントロールとバッテリーって意味だな。で、これメインボードに行くって書いてあるね。はい。わかりました。じゃあ、これが外れました。で、残るはもうここまでばらけたんで、あとこの足ですね。足の先、ここはね、アンテナです。Wi-Fi のアンテナです。送信機と。まあ、送信機側の、送信機というか、コントローラーのここにアンテナ入りますけど、これと通信するための Wi-Fi ですね。2.4GB と、まあ 5GB は海外で使えると思うんですけどね。で、これはブラシレスモーターが付いてますけれども、じゃあ今からちょっと外してみましょうか。アナフィのウィークポイントはこの足の弱さですね。前足はともかく後ろ足がめちゃくちゃひねられて弱いんで、このアナフィが、ね、降下するとき、一気に降下するときにすごいよれてしまうんですよ。姿勢がもうフラフラになっちゃう。たとえ風がなくてもそうなりやすいので、あんまりよろしくない。で、これは最近のやつは、ビッグカメラの方で買うとね、このアナフィーサーマル用のね、こうちょっと補強された足になってるみたいです。改善されてるみたいです。ただね、アマゾンで買うとね、まだ古いパーツの製品が残ってるみたいですね。で、まぁ、ちょっと今足分解します。前足の方分解します。ちょっと失敗したね。まあよく足折れやすいのでね、一本折れただけだったら、もう、思い切ってね、足だけパーツを買って、足だけパーツというかな、筐体の側だけパーツを買って、交換してみる方がいいと思います。はい、構造こんなになってます。で、これ、アンテナが、この、表側と裏側にあるんですよ。これも注意なんです。ここ側、こっちとこっちあります。これどういう違いかよくわかりませんけれども、ついてます。これはね、こうズリズリっとこう引っ張ると上がってきますんで、どこだっけな、戻したかな、戻しちゃったか。こうやって、この後こう外れますんで、サービスパーツは実はこのアンテナ付きで、来ますから、あえてここは変える必要ないです。だけど、まあ、あえて変えたかったら、こうズリッと、ね、スライドするだけで出てきますので、で、2枚基板があるからそれぞれずっと一緒に引っぺがすしかないですね。で、あとこれブラッシングレスモーターが固定されてますけど、このネジ3本だけです。まあ、大して難しくないので、このネジを、ここだけね、プラスドライバーなんですよ、実は。よいしょ。じゃあ、ここだけプラスドライバーなので、プラスドライバーで緩めます。これは、こんな長いネジだったのか。あ、はい。足を止めてるこの側のネジは、長いネジでした。取れたやつが落ちたのか。これはね、いわゆるマシンタップネジ。
モールドのタッピングとは違う。さっきの、はい、これで3本。M2 か3、2点中かな。で、まあ、ケーブルをなんとかね、ちっちゃい、すげえ細いやなんですけど、通していけば、こういう風に外れますんで。海外のね、EC サイトあたりから買うと、このハンダ付けがされてない、このモーター単体が来る可能性があります。その際は、このハンダ付けとかね、ケーブルの今これ、接着剤止めしてますけど、そういうのも自分でやんなきゃいけなくなるの大変だから、これ Amazon で売っている、モーターアセンブリ高いですけどね。それを買った方が簡単だし楽だと思います。確実だと思います。まあね、モーター付きのアンヨのアセンブリも売ってます。それも高いけども、それを買うと補強されたアンヨがついてきますので、そっちの方が、まあ、後々は、しっかりね、強いネジ、強い足が、ついてくるから、いいんじゃないかなとも思います。じゃあ、まあ、高いんでね、ちょっと躊躇する。ということで、ブラシレスモーターね、これ長さが多分ねそれぞれありますし、ここの色も違うから4個セットのやつでここの色で判断、この長さとこの色のコネクタの色で判断するしかないです。今ついてるやつと同じ、ね、右前後ろね、左前とかね。じゃあこれを合わせます。合わせ、じゃあ戻していきますよ。でここの爪、実はここね折れやすいです。これはほんと溶着なだけでこの爪のピースがついてるから結構簡単に折れます。だからこうアナフィの弱いところ、この爪が外れてパカパカしてる状態があります。私はもうそれがねもう分かってるんで、新品であれなんであれこの機体を買った時にすぐここにテープ貼っちゃうんですよ。さっきセロテープ貼ってたんですけど、剥がしたんですけども、ここはすぐ開かないようにテープ貼っちゃいます。まあ、セロテープでも何でもいいんです。はい、で、また戻します。ここは長いネジでしたから、長いネジ 1,2,3 本ですね。これで締めて、あ、こっちか。まあ、ここ爪がね、もし折れちゃってもセロテープ止めちゃえば大丈夫です。ということで、今日のところは戻す動画はね、撮れないんですよ。さっきのジグ失敗しちゃったんでね。うん、だからまあそこは、ちょっとまた後日というところで、今日は、全体のバラシ及び、足、まあ1本バラしましたけど、他も一緒です。基本は一緒です。1,2,3。これも後ろ足、1,2,3、一緒です。ただし今ついてるやつで、後ろ足でもこうグレーと白があります。このネクタね。前足もグレーと白がありますから、どっちがグレーだったか白だったかっていうのも分かった上で、それで組んでいくしかないです。まあ一番いいのはね、バラしながら間違えないようには、今のようにね、録画をしながら、バラしていくっていうのが、いいと思います。それだとこう戻す時にもね悩まずにできていくと思います。まあ、今ねバラしたところこれだけの部品ぐちゃぐちゃってあります。何度かやってるとねもう大体分かってくるんですけど、そんな複雑でもないしね、分かってくるんですけれども、うん、まあ写真とか動画を撮りながら撮影しながら進めていけばいいかと思います。はい、そんなこんなで、今日のバラシ、はい、おしまいにします。ありがとうございました。失礼いたします。